こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。ということで今回もポケットモンスターサムやっていきます。ビッグさん、ありがとうございます。それでリーリエ様が屋敷の外でお待ちですっていうことなので行ってみたいと思います。リーリエちゃんが屋敷の外、ここが屋敷って合ってるのかな。ここ、あ、始まった。外は晴れてる。あ、髪型変わってる。リリエちゃん、バッグも変わってる。かわいい。ニューリリエちゃんです。マリエで買ったままの服似合いますか。うん、かわいい。ダイさんたら、ありがとうございます。白だね。星雲ちゃんのこともお母様のことも私にはやらねばならないことばかりです。私、ダイスさんのようにどんな試練にも立ち向かえるようになりたいのです。ですから私、気合い入れてみました。はい、全力の姿です。 Z 技が出るの。リーリエ Z。 かわいい。あれ、笑っちゃった。ここにいたか。はい、着替えたよ。コレクションルームで見つけた。ん、太陽の笛だ。アローラに古くから伝わるものと聞いた。太陽の下で吹くものらしい。太陽の笛、月の笛、2本揃え、音色を捧げ伝説のポケモンを呼び出す、そんな話があるらしいな。伝説のポケモンすら自分のコレクションに加えるつもりだったのかな。お前にはこっちだ。はい、マスターボール。ここでもらえるんですね、マスターボール。ちょっとテンション上がってきました。ありがとう、グラシオさん。どんなポケモンでも必ず捕まえるマスターボールだ。リリーのサポートを頼んだ。うん、これぐらいくれてやるさ。ありがとうございます。兄様は何をなさるのですか。あ、リリエちゃんは兄様って呼んでるんだね。後始末、エーテルパラダイスのな。なるほど。相棒のヌルと遠くへ、そう願っていたが結局ここにとどまるのか。うん、お兄ちゃんしっかりしてるね。ダイス、ハグくんが呼んでる。いつも笑顔で素敵だね。わあ、リリエ、リリエなの。そうだよ、ハウ君。はい、私も全力を出すのです。すごいな。どうした。俺ね、鍛えるの。もっともっとだよ。ダイスやポケモンに助けてもらってばかりでしょ。私もハウ君に助けてもらってばっかりです。いつもなんかくれるしね。やっぱり自分でポケモンを助けられないとね。島キングになれないし、みんなを笑顔にできないよね。それにアセロラの試練とか全然ほったらかしだし。あ、そうなの。家族の話に巻き込んで悪かったな。そうだよ。でもすごかった、スペクタブルってやつ。鍛えればあんな不思議なことまた体験できるかもだし。首振ってるよ。スケールがでかくてな、俺らの母親は。そうだね、すごかった。ハウさん、来てくれて嬉しかったです。次の島、ポニ島に案内する。船着き場で待っているぞ。ではダイスさん、全力でいきましょう。リーリーちゃんのキャラが全力キャラになってる。すごい走ってる。元気な女の子っていいよね。ではでは、船着き場に向かいましょう。この辺の探検とかはやってなかったけど、何も落ちてなかったのかな。あったー、こんなところに不思議な生き物発見。では行きましょう。あー、いた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 。びっくりした、逆サイド行っちゃいましたよ。行くのか。はい、また戻ってこれますよね、きっと。それではダイスさん、張り切って参りましょう。そう、リーリーちゃんがずっと全力でって言ってくれてるので、私もね、張り切っていきたいと思います。新しい島、ポニ島。あー、なんかすごい。お、今のは船？船
の形が、あれ、コイキングの船がいた。ポニ島、暮らす人もほぼいない自然豊かな島だ。島キングを訪ねろ。島キングでありながら伝説ポケモンにまつわる祭壇の番人も兼ねるという。何か聞けるといいがな。兄様、ありがとうございます。ただ兄様がヌルさんとエーテルパラダイスを出た後、母様大変だったのですよ。ビッケさんがいてくれなかったら悪かったな。大事な時にそばにいれなくて。俺もヌルを守るので必死だったんだ。じゃ任せるぞ。兄ちゃんまたね。でもビッケさんとってもいい人でしたね。うん、大志さん、私困っていません。やること分かってますから。それにおかしな話ですけれど、ドキドキもしています。全力ドキドキ。あれ、ロトムさん、ポニ島到着。新しい島図鑑を開くろ。どんなポケモンと出会うか、ダイスよろしく頼むろ。こちらこそ。では新しい島行ってみたいと思います。これがこれが気になって、これがこれがいいな、これ乗ってみたい。行ってみましょう。あれ、リリエちゃん、どうしたの。ん、なになに、サニーゴ、よう来たな。ん、どなた、ペリッパー、ひゃー、え、どなたですか。どなたでしょうか。それで私も聞きたいです。リリエちゃんの知り合いではないってことですね。わし、海の谷をまとめてる団長や。団長さん登場海の民さん。そうや、周りの船なんやと思う。コイキングの船がありますよね。海の民は長年かけて世界の海を渡り行き、不思議という不思議を求め、珍しいものを見つけてはアローラで交換しとるんや。へえ、他の島にある港は立派になったんで、なんとなくポニーに来るんやな。そうなんですね。で、君ら何しに来たん。わしらみたいに木の実集めか。木の実。はい、私たち島キングさんを訪ねるのです。そうなのです。島キング、ハパウちゃんところかいな。まあ、ポニーにある家は一軒だけやし、そこやらな。あ、ハプーちゃんの家、ごっついバンバドラがおるから一発でわかると思うで。ハプーさんがいるんですね。へえ、ポニーにはハプーさんがいらっしゃるのですね。団長さん、ありがとうございます。同じこと言ってたね、リリエちゃん。大志さん、はい、ハプーさんやバンバドラさんに会えるといいですね。これはハプーさんは私が会ったことがあるハプーさんなのかな。行ってみましょう。ハプーさんち。あ、ここが、ポケモンセンターね。了解。この先、行ってみます。うわー、すごい綺麗。自然豊かとは聞いていましたが、すごいですね。お、大志さん、頑張ってついてきますね。大丈夫です。ゴールドスプレー持ってます。それに大志さんが一緒にいてくださるから。はい。いやー、リリーちゃんは可愛いですね。もう一回話しちゃおう。それにしてもポニ島、趣が全然違いますね。ですね。では行ってみましょう。どこから行くのかな。旗は右の下の方にありますね。これは茂みを通って行くのかな。こっちで、ここ抜ける。あ、なんかうまく来れてる気がしましたがえ、ポケモンと力合わせて木の実集める合間にささっと勝負ですせ。あ、木の実を集めてる方がいっぱいいるってことなんですね。さっき団長さんが教えてくれてたことか。あ、この方はコックさん勝負を仕掛けてきた。ポケモンは2体。パラセクト、パラセクト硬いんだよな。ジュナイパー、頑張ろう。よし、パラセクト、ツイバムだ。ジュナイパーのツイバム。よし、オッケー。
効果抜群、相手のパラセットは倒れた。経験値もたくさんもらいました。アブリボンもレベル35。マジカルサイン覚えたい。マジカルサイン、新しいフェアリーの技ですね。強力な光を放ち相手にダメージを与える。これ覚えさせたい。ドレインキスと妖精の風、この辺りで変えていきたいんですが、そうだな、ドレインキス、妖精の風、こっちを変えよう。はい、ここで変えます。ポカン。アブリボンは妖精の風を忘れてマジカルシャインを覚えた。どんどん新しい技が来ると嬉しいですね。あ、向こうはアブリボンが出るんだちょっとびっくりしました。来たね、アブリボン、よろしくね。戦う、ついばむ攻撃です。アブリボンの甘い風、はい。ジュナイパーはついばむ、効果抜群。ジュナイパーもう一回ついばむしよう。マジカルシャイン、今覚えたばかりの技、かっこいいね、キラキラしますね強い光で相手の攻撃って言うんで、私のアブリボンもこうね、次に場に出た時には使いましょう。マジカルシャイン勝ちました。コックさん、ほんま堪忍ですぜ。賞金として1720円手に入れた。よし、ハプーンさんがいるのはこっちなのかな。ここ、お、ポニーの小道、あれ、バンバドロだ。ムヒーフーン、バンバドロさんお久しぶりですね。お元気そうで何よりです。喜んでる。ん、はあ、トレーナーさんってすごいです。険しい道だけでなく、ポケモンが傷つく姿も共に乗り越えて。あ、ハプーンさんだ。おや、久しいな、ダイス。それにリーリエか。はい、ハプーンさん、お会いできて嬉しいです。お久しぶりです。見違えたの、なんだか全力を感じる。はい、やるべきことがありまして、私の全力の姿です。おお、頑張るリーリエ、いわば頑張リーリエじゃの。あ、それもらいます。頑張リーリエかわいいな。あの、ハプーさん、シマキングさんをご存知ですか。シマキング、ポニーにはおらんのだ。そんなことってどうしましょう、ダイスさん。今なら大丈夫かの。空の穴から出てきたケッタイジャが可愛いポケモンの相手もしたしな。あれ、よし、遺跡に行こうぞ。リーレーたちもついてくるのだ。遺跡、シマクイーンなんじゃなくて、あれ、行っちゃう、行っちゃった。ダイスさん、行くしかないですよね。ってトレーナーですものね、行くに決まってますよね。お待ち、私その後ろにいるおばちゃんかお兄さんかよくわからない方がちょっとすごい気になってるんですが、どこからですか。やっぱりその人、やっぱりその人、ひゃーなんか若干ね、こう見えていたんですよね、後ろに。びっくりしちゃったどなたでしょうか。ほほほ、ハプのババアよ。おばあちゃん、お二人はあの子の友達かい。はい、そうです。ほほほ、あの子も友ができたか。島を巡り出会いが生まれる、喜ばしいね。筋肉だね。ん、お二人、遺跡に行くなら良いことを教えましょう。ほら、ライトギアを貸してごらん。え、何ですか。あ、ここで乗れるようになるの、もしかして。あ、やったびっくりした、ライトギアにカイリキーが登録された。そう、手で持ってくれるんですよね。道を切り開くには巨石を押すのですよ。はい、お二人に未来あれ。おばば様ありがとう。そうそう、ハプーが向かったのは悲願の遺跡。道をまっすぐ行くとポニーのあら、洗いそうと言ってね、地面の色が濃くなります。
濃くなる、はい、そこをさらに進むとありますよ。いろいろ教えてくださってありがとうございます。同じこと言ってた。ありがとう。うん、遺跡って言ってたね。ポニーの守り神であるカプ・レヒレさんがいるところですね。では参るとしましょう。はい、全力リーレーちゃんはいつでも走ってますね。いや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 、ということで無事にハプーさんにも会えました。この周りにもなんかいろいろ落ちてますね。次回は遺跡向かっていこうと思います。リーレーちゃんの後ろに隠れていたハプーさんのおばあちゃんにちょっとびっくりしましたが、無事にね、カイリキーのライドギアももらって巨石も押せるようになりました。今までもね、押して通るところ発見をしたんですが押せなかったので、そこにもね今後行くのが楽しみです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!